より会議を開きます。内閣提出所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾正弘君、財務省市税局長住澤仁君、厚生労働省大臣官房審議官波佐間隆一郎君、大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより内閣総理大臣出席のもと質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを許します。末松義則君。